はい、こんにちは。ドリブルクリエイターのしゅんでです。今回は、前回出したワークのインアウト編になります。インサイドアウトサイドね、とっても、ドリブルで大事な技術になるので、はい、ぜひね、こちらもやってくれたら嬉しいです。3分でできるのでね、毎日1回2回でもいいのでぜひやってください。それでは動画の方へどうぞ。はい、どうだったでしょうか。インアウトね、すごいドリブルで大切です。で、1個前に出した足の裏辺もめちゃめちゃね、ドリブルで大事な技術の一つになるので、はい、ぜひやってくれたら嬉しいです。はい、でね、両方ね、合体した動画も出そうと思っているので、ぜひそちらを見てくれたら嬉しいです。毎日3分しっかり頑張ってやってみてください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。